やっちゃえよ。大丈夫です。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、まあちょっとね、久々に実写ってことで、ちょっとあのパソコンのね調子が悪くて、あの実写ができなかったんですけど、ですね、やっとね、あれ実写ができるよう、できるようにっていうか、エラーがあんまり起きなくなったんで、ちょっとね、また実写をね続けていこうかなと思います。ということで、今日やっていくのはこのデッキ、バルーンですね。バルーンなんですけど、まあ最近一番流行ってるバルーンということで、ですね、まあこのランバーどうしようの、まあフリーズが強いんですよね。結局フリーズが強くて、やっぱり今神技デッキとかにもフリーズが入りつつあって、まあ、スケラにはもうもちろん元々相性いいっていうのもあるんですけど、本当になんだろう、まあホグにも入ってるし、今多分フリーズが本当に一番、今の環境の中で一番強いカードっていう感じですね、フリーズが。なんで、いろんなデッキにフリーズが入ってますね。なんで、まあそういうことですね。結構これもバルーンとは言われてはいるんですけど、なんかね、巷ではランバーフリーズデッキみたいな感じで言われてるんでね、ちょっとまあ、やっていこうかなと思います。ということで、とりあえずですね、これはね、まあタルババとかなんですよ。結構コストが高いカードが多いんで、切れない、初手切れないカードが結構多いですね。なんで、ケツランバーとかも多分しなきゃいけない時が来るかもしれんし、もうこれランバーですね。基本は後ろからユニットを切っていって、相手の対抗をまず覚えるだとか、数える、予想するをしてから、いやーこれ何も切れねえな。オッケーオッケー、もうこれ、あーオッケーですね。この後カウンターできそうですね。相手は多分ペッカーのテンプレなんで、ですね、これをバルーンつけてタルババー、あーなるほど。いやこれだるいな普通に。とりあえずベビードラ、こっち無視でもいいかな。こっちにタルババー使いたくないんで。当たってない、最悪や。もうでもこれ いけそうではあるよな。後ろからランバー切って、いやこっちでよかったかな。今ガゴムレとか来たらフリーズで多分パッキー切れば終わりですね。よいしょ、ベンとベンという感じで、とりあえずこれをベビードラで、おっ、危ね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 、あっ、ああ折れた。ふわー、ああ折れなかった。いやだるいですね。今工場切って、まあエリポンが来るかなって感じなんで、いやだるー。よいしょ、まあタルババをぶっ転がすと、でまあこっちは捨てていって、まあこっちケツボーラーでいいですね。うん、アホみたいにだるいですね。よいしょ、まあこれで普通にバルーンをぶち転がしちゃえばいいかなって感じはしますね。よいしょ、フリーズして、これでこれで守れるんで、とりあえず許容しつつ守るって感じで、 OKOK。 ほんでもってこやつを取るね。でベビドラに全部吸い寄せる。んで、オッケー。これバルーン出して30種パキって終わりですね。あ、オッケー、勝った。まあこんな感じのね、空対空がまあ2枚しかない30種が今流行ってるんで、30種とガグムレのサイクルさえ掴んじゃえばバルーンをね余裕で倒せるって感じで、割といいですね。エリポンさえどうにかできればって感じですね。でもコスト高いのは結構多いんで、やっぱりちょっとね手札回すのが難しいっていう印象がありますね。まあでも本当に今流行ってるんで、まあバルーンデッキの中では今一番強いかなって感じがします。とりあえずロリババ、でこっちなんか来たら、あーロリババか、まあインドラでいいかな。正直インドラもね、普通のデッキだったら簡単に切れないけど、まあ、これキングキドですね。オーケー。まあこれユーノのキングキドって500ぐらい食らっちゃうんですけど、まあしゃーなしですね。
ハンターと3が起きたんで、これ防衛できたら普通にいけますね。これいきますか。よいしょ。あとはインドラとかに。オッケー、相手今これ襟なしでやったんで、このボーラーで全防衛して余裕ですね。オッケー。大体のデッキは対空2枚とかで、このデッキも陣芸、今流行ってる陣芸で入ってるとしてもインドラとかなんですよね。よいしょ。違うかな。いや、出すべきだな。今のは出すべきだった。まあ、ここまで我慢したらスルーでいいかな。うん、で、相手は、ハンターだから、ベビドラを先に出して、はい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 。ハンターだから、でこれでハム、ハンターかアイゴレで防衛してくると思うんですよね。なんで、まあ、インドラ切って、ワンチャン逆再工場、はい。はいはいはい。出た。まあこれレイジレイジボーラーでぶち転がせますね。よいしょ。はいはいはい。でこれ一応多分ハンターが3が合うかこれ多分これタルババルーンやってハンターにフリーズ打てば3が5しかいないんで、あーそういうパターンね。でもそれ遠いから多分一発入るな。オッケーオッケー、全然いい全然いい。オッケーで、フリーズ切ったからちゃんと工場守れるでしょ。もう一発いっちゃおう。はい、オッケー。これでもう一回ハンターが来るはず。いやーこれ迷うな。するかしない、これはしない。いいやって感じですね。まあ、相手ポイズンとフリーズなんで、まあ、ポイズンかな。うん。で、これでインドラをちょっとぶち転がしていって、まあ、フリーズして足元にハンターかな。だよな。だから引き上がしてあげて、OK。いやーマジか、だるいな、ちょっと。んー、あーだるい。あーどうしよう。とりあえずケツボーラー安牌ですね。ここはよいしょ、壊れてから吸ってタルババ。オッケー、よいしょ。でこれでアイゴレフタのオッケーオッケー。これフリーズ打たないと相手はオッケーオッケー。これで止まるでしょう。やべ、フリーズーパッパッ。やばいやばい、やめてやめてくれやめてくれ、やばい。あーもうマジかー。あーあーマジかよ今の。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。マジかよ、もう最近負けたばっかやんけ。もうマジかー。あーなんでだよー。リーズ甘かったか。タワーと巻き、いやでも巻き込めないようにしたもんな。オッケー、これはケツインドでいい。で、このまま当ててきたらベビドラで、多分スパーキ入ってるってことは大型の呪文がないから、とりあえずなんか多分当ててくると思うんですよね。はい、読み通り。もうこれは一発食らってもいいんで。オッケー。で、あとはまあワンチャンコウモリとか、あーそういう感じね。まあ、全然痛くないですね。よいしょ。誰も食らわない、インドラしか食らわない。 OK、 勝ちだろこれ。あと一発、あと一発あれば勝ち。はい、てな感じですね。
てな感じ。マジ余裕っす。まあちょっと許容して、よくマルチで使ってる上の人でよくされるのが、ちょっとダメージを、なんだろう、陸がないからとか、このカードってやっぱりなんだろう、回転が遅いんで、上手い相手だったら今陸がないからこれをするとか、空がないからこれをするってやってくるんですね。そこをタワーで受けて、なんだろう、陸がないけどタワーで受けて、なんかね、今のスパーキーもタルババ出せば完封できたけど、まあ、結果的にはね完封だったんですけど、まあ、タルババ出せば完封絶対できるけど、出さないでエリオに宿取って、なんかねバルーンぶち込んで、今みたいにサンクラオールとか、まあ、サンクラオールってのはたまたますけど、まあ、1クラはねそれで確実にスパーキーの一発食らうけど、1クラは絶対持っていくみたいな、結構そういう感じで立ち回ってくるんで、なんか 1-0 とかもあるけど、結構 2-1 とかで負けるときはですよ、負けるときは結構 2-1 とかでね負けるときが多いんで、ね、強いですね。ってことで、まあ、今日この辺で終わるんですけど、おかわりね、おかわりしたくなっちゃうんですけど、また長すぎて、俺も本当に実写で撮ってるとき何回も何回もパソコンがバグってボツってるんですよ。でしかも携帯だけで撮ったときに負けすぎてボツるとかあるんで、もうちょっとね今日この辺で終わりたいと思います。ってことで、毎日投稿やってるんでね、これからまた実写もね復活していこうと思うんで、まあ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わります。お疲れ様でした。